ディズニーパーク、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート・エプコット・シー・ウィズニ・ニモアンド、フレンズ・シー・ウィズニ・ニモアンド・フレンズは、アメリカ合衆国フロリダ州の、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートにある、ディズニー・パーク、エプコットの、ワールド・ネイチャーの一部である。パビリオンは、ザ・ランドの隣に位置する。ここでは、同名のアトラクションについても解説する。1986年に前身となる、リビング・シーカンがオープンした。 オープン当初はアメリカ最大の2万2千トンの海水の水槽が話題となったが、後にジョージア水族館のオープンでその記録は抜かれた。当初のコンセプトは海底基地にゲストを案内するというものであった。2005年にテーマを映画ファインディングニモにリニューアルするためにクローズ。2007年1月にシー・ウィズ・ニモフレンズとして再オープンした。3 5 クラモービルと呼ばれる、海型のオムニローバーに乗って、ニモを探しに行く、ダークライド型のアトラクション。途中で現実の水族館とリンクする。バンドオイルカディズニー映画ファインディングニモをテーマにした、他のアトラクション。ありがとうございます。